司法書士の重森です。大阪市内出張無料で天王寺で司法書士をやっております。前回特別受益というもののご説明差し上げましたが、じゃあその特別受益者、まあ、特別に受益をもらった人の、まあ、相続財産はいくらになるかっていう実際の、まあ、計算方法についてご説明しようと思います。例えば、まあ、母親も先に亡くなっていて、父親が亡くなった。子供が3人いました。ということになる、ということとします。そして、父親は1億円の財産を残して亡くなりました。で、1億円の財産から遺言書を書いて、5000万円は長男に遺贈すると書いてました。で、次男にその、遺言書とか、相続の時の財産ではなくて生前に贈与をしてました。で、次男は生前に、まあ、事業の資金とかで5000万円贈与してもらってました。この5000万円が、まあ、特別受益ということになるので、それを相続財産に戻して計算して最終的な本当の、まあ、取り分を決めるということになります。じゃあ1億円残して亡くなったお父さんで、生前に5000万贈与しているのです。この5000万を戻して1億5000万が相続財産であったとみなして計算します。で、1億5000万あったということで、で、法定の相続分としては子供が3人ですので1人5000万ずつになります。で、長男は遺贈で5000万もらってる、次男は生前贈与で5000万もらってる、で、三男は何ももらってないということになります。で、実際お金としては1億円、まあ、残ってるとか相続財産なので、それがどう分けるかなんですけど、まず長男は遺贈1億円の中から5000万贈与でもらってるので、長男は5000万もらって、まあ、終わりと。で、次男は生前贈与で5000万もらってるから、それを戻して計算して自分の取り分がまた今度5000万だから、5000万先にもらってるから、まあプラマイゼロということで、相続の時にはゼロ、まあもらえないということになります。で、次男が、長男に遺贈した残りの財産の5000万をもらうということになるので、次男に関してはもう生前に贈与されてた特別受益者ということで、そこで事前にもらってるので終わり。長男は特別受益者として、まあ、遺贈でもらってる、まあ、遺贈でもらってるんで、そこでまあ5000万で終わり。で、残った三男が5000万をもらってっていうのが法律上の相続分になります。これが特別受益者がいる時の、まあ、相続財産の計算方法になります。まあ、詳しくは、まあ、当事務所までご相談ください。当事務所の連絡先はこちらになります。以上、司法書士の重森でした。